そうやな。僕らの世代の人たちはね、なんとなくこうしんどくなって、続けて、まあね、続けたりするのがね大変だということもあるんでございますけどもね、しつこくしつこくやってる人間もたくさんおるわけで、僕らもねもうちょっとしばらくはねやっていきたいと思っていますので、若い人たちがねやってくれるとねとっても嬉しいわけでございます。僕の願いはですね、神戸大もしくは大谷大の方からですね、岡山県のね、教育委員会の方にね、まあ教職員で勤めていただきましてね、はいはい、そうなりましたらもうすべて私がお教えしますのでね、はい、私もあと3年でございますからね、はい、ぜひともこの中ね、先生になっていただきまして、はい、ここをね、引き継いでもらいましたらとても嬉しいわけでございます。ありがとうございますですかね。はい、OK。 はい、それでは第29回微生物レスミーティング最後のバンドでございます。from 岡山ブラスアバーツの皆さんです。よいしょ、どうぞ。はい、本日はブラスアバーツでございます。なんか言わんといかんって言われたんですね。ね、この後片付けもありますが、ビールとか買ってくださいね。ジャムもあります。あるみたいな。あ、1曲か、特徴や。そうなの、うん、まあ、せっかくですから、あの楽器を片付けたい人ももう一回持ってきて出してくださいね。で、それで終わりましょう。じゃあ、ブラスアバーツしばらくよろしくお願いします。たくさん聴いたとね、最後の音がね、とっても自分では引き抜きで出るんですけどね、ヘロヘロでございましてね、そこらの年の子でございましてね、弾いてるふりだけはうまいわけでございましてね、はい、音数少なめで弾いてるふりの、ね、ところを楽しんでいただければと思います。
次の曲はですね、ブランニューテネシーワルツで僕らはね、ナショナルブルースバンドでね、やった曲をね、勉強したわけでございますけど、はい、それをね、ちょっとやってみたいわけでございますが、もともとはね、フォークかなんかそっちの方のこう、ね、シンガーの、ね、曲でございますけど、素敵なハモって、素敵なハモって自分でハードラインで乗らないですよね。それではよろしゅうございますでしょうかね。はい、OK ですか？ OK、OK ですか？はい、それではブランニューテネシーワルツ。2割5分ぐらいですかね、はい、今日はもうすごく良かったんですね、本当にね、
池田区のマンドリンがもうずっと動かって、今日お客さん、お客さんじゃなかった今日のね、参加者の皆さんね、本当に得しましたよ。僕らもめったに聞けませんから、あんなに綺麗にエンディング決まるのクリーンヒットですね。それではね、次の曲でございますけど、ニューシェイズ・オブ・グラスっていうね、割とあの新しめのバンドで言いまして、1960年代でございますけどね、はい、そうそう、新しいの、新しいですね、最近の、その頃ね、カントリー・ジェンティメントとかのニューシェイズ、クリフォードの、なんかニューシェイズ・オブ・グラスですかね、とかがね、やってた曲をちょっとやらせてもらうと思います。このようでございますね。では、シールハートブレイク。グラサバンスというバンドのね、トリでね、やってた、このビデオも残ってるわけでございましてね、大体は反省はしないように、反省して、ろくなことはございませんからね、反省はしないようにしてるんでございますけど、一応はやっぱり自分のバンドみたいなわけでございまして、見てますとね、で今の曲なんか絶対は自分の体がなんか動くんですね、もうじっとして、本当にね、落ち着きのない。ってのございましてね、先ほど弾いてる最初に、あ、落ち着きないなと思ったんですけどね、足止めた途端に弾けなかったんでなかなかね、頭と手と足はね、まあ、連動してるわけでございます。それでは、ビセンのセッティングの最
このバンドプラス、あ、ちょっと、なんとか羽織ってますか、ああいうので、今撮ってたらとも羽織ってでございまして、では行きましょうか。はい、ステイアラウンドの曲で再現したいと思います。結構元気に持ってますよ。ヘイヘイヘイワンツー、あれさくワンツのお持ちの方はたくさん、みんな楽器持ってるよね、上がってきていただけると思います。どの曲をするかまだ考えてないんですけどもね、スタンダードの曲を、ね、やらせてもらえればと思います。もうぜひぜひ上がってきてくださいね、はい。
回で、あのフェスの主催にあげちゃうから。
しいんだ、ブルーチとか言われたらどうしようかも。どうだろう、when I die.